はい、どうも皆さんこんにちは。バイオリン道場へようこそ。今日は優しいカイザーの1番の応用練習1の練習3の3番、ややこしいですがやっていきたいと思います。皆さんぜひ楽器を持っていただいて僕と一緒に息を吸って演奏してみましょう。これで練習をねしていただけるようになんとか動画作っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。というわけでやってみましょう。3番はこんな感じ。いやこれはね、弓が絡まったりとか指が絡まったり、あれどっちがどっちだっけって思ったりとかですね、あるかもしれませんね。少しゆっくりめに一緒にやりますので、もし早くしたかったら、まあ例えば 1. 何倍速とかですね、していただければいいかと思います。これ以外の練習動画も、この練習3の今日は3番ですから、その前の動画っていうのはもう全て公開されてるはずですので、ぜひともですね、そちらにも飛んでいただいて、他のやつもご自分がね好きなやつを見ていただければと思います。では準備はいいでしょうか。タラタッと1、2、このくらいでいきますよ。さあいいですか。1、2、いきます。せーの。はい、いかがでしたでしょうか。うまく弾けましたか。少しですねややこしくなってきてます。もっとねこれがあと4番5番と続くとややこしくなってきますが、落ち着いてですね練習していただければ、必ずこの1曲優しいカイザーの1番だけでもかなりのこと勉強できますので、ぜひ焦らずにですね一緒にやっていただけたらとっても嬉しいです。ではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録高評価ボタンぜひともよろしくお願いします。さよなら。